も歌っていただいた桜よ咲き誇れ、日本の真ん中で咲き誇れ、日本よ咲き誇れ、世界の真ん中で咲き誇れ。このインドネシアの皆さん、アジアの日本の友人の皆さんのこの声に、私たちは応えて東北を見事に復興させたい、この思いを一つにしたところでございます。今年はあの大震災から5年目の2011年3月11日は私たちにとって忘れている人だった人になります。多くの方々が愛する人を失い、そして5年間も辛い日々だったと思います。しかし、皆さんのように日本が大好き、日本のことを思い、日本を日本を咲き誇る、世界の真ん中で咲き誇れる、この恋に随分つらいなと思います。私たちも皆さんの恋に応えて、日本も共に一緒にアジアの発展のために、また世界の平和のために恋に恋に楽しんでいきたいと思います。ニュースを聞いたとき、見たとき、僕になんか信じられない気持ちで、日本はこれからどうなるんですかとか、そういう気持ちでも、日本は少しずつでもあのみんなが一生懸命頑張ってる、だからこの歌と一緒にその日本が何があってもきっとできます。あの私たちはインドネシア人ですけど、私たちは心から日本を応援します。何の国でも平和とかあの友情が一番大切だから、うん、一緒に頑張りましょう、うん、はい。日本人の皆さん、本当にインドネシアで、日本が大好きな若者たちがいっぱいいます。私たちがいつも日本が好きで、いつも日本を応援しますので、今までも日本とインドネシアの架け橋として頑張りたいと思います。よろしくお願いします。